ください。さあ準決勝第2戦、さあオキップまであと2勝。さあどちらが決勝にたどり着けるか。バンピー側、さあでは K ダッシュカスミネームレス、対してマサキはユリ K ダッシュネームレス。さあ対空チョッパー、対空チョッパー2回。さあ上をすごく見ているマサキのユリに対して、さあサージのカスミはどう攻める。天使一発、さあ C 投げを決めて、さあ手に置いておる。これはびっくりした。さあ C ピンタを決めて、さあどうだ、どういく、ムロついて、さあジャンプ C、 さあ空投げ仕込みのジャンプ C から地上 C 投げ、さあジャンプ C 決まって、ドロッパーダブル、ここは残さない。さあ残り10秒で距離を取り始めるユリ、遠心、ここはガード、さあバックジャンプ距離を取って残り0秒重ね合ってガード、さあ手堅く立ち回るマサキユリ。さあまずこのユリを倒さなければ決勝には上がれない。サジ中堅出てきたのは K ダッシュ、ジャンプ C、 さあ前提の隙に壊しを打ちたかったがガードが間に合ってガーキャンプしてほしい。さあダンスコースが練り込んで一気に追い詰める、さあスピード落として、さあ二度跳びはダメと立ち絵で落として、さあこれでほぼほぼ中堅戦 K ダッシュどうかな。さあノーマルカラーがサジ、青いカラーがマサキ、さあ手割って端に押し込んだのはマサキ。さあ正面判定してさあ中途しい、さあジャンピー空対空競り勝って動いたところにあい、さあブラックアウトから攻め立てるがここで下がる、さあきつい体力とかが燃えて、あいや汗は取らない、さあ回るか手堅くいく、ガキャン打ってこちらも手堅い、さあブラックアウト冷たく位置が入れ替わる。さあ走って勝負を決めようといったところにアインがしっかり置いてある、これに絡まってさあ対象ネームレス、サジが先に出すことになる。さあ二度とる勝利で落とす、前線裏に回るが壊しが当たる、前を再びカラジャンプ壊しが当たって、さあ苦しい端ジャンピーで位置を変える、さあここは裏に回って戻っての2ゲーム最大、さあサジオネームですが2ゲージ使って対象テートも連れ込む。さあ K ダッシュと同じこのカラー、ノーマルカラーがサジ、青いカラーがマサキ、さあゲージ的には苦しいサジだがまだ全然ワンチャンある。さあ前へ先端が当たる、体力はほぼほぼ、さあゲージもほぼほぼ、さあキャンペーン点位置を変える、さあ一瞬たりとも目が離せない、昇竜空振り、ここでコンボミス、しかしまだ終わらないリードはサジ、ここはさあちょっと難しかった前へ、さあまだ全然終わってない、前へ練り込んで、さあ上から飛んで、さあここはバレていった、バックダブルトスキー、サージが勝って